お過ごしください。どうも。あなたとは初めてだから、ちょっとどういう感じかわかんないんだけど、とりあえずやってみよっか。おかえりなさい。あの子とは仲良く遊べたかな。愛し合ったり、気持ちいいだけを求め合ったり、ここでしかできない遊びをしちゃったりする関係とか、いろいろあるけど、まあお互い会う時間が長くなれば、二人の関係も進展していくから、気長に頑張ってみてね。これで大体の説明は終わりかな。ふぅ、疲れちゃったよ。それじゃあ私戻るね。バイバーイ。そうそう、何か困ったこととかわからないことがあったらいつでも呼んでね。私がいろいろ教えてあげるよ。それじゃあねー。え、いきなり呼び出しちゃうの？今日はもう仕事を終わらせた気分なんだけど。確かに、いつでも呼んでねーとは言ったけど、連続して何度も呼ばれちゃうとめんどくさいんだよね。ん？おう、なんでもないよ。どうも。もしかして私を探してたんですか？わかりました。でもあまり大した話はできませんから。私はただの言いなりで喜べるほどの上級者じゃないですね。いろいろ話ができてよかったです。それではまた。どうしたの？それはすごいですね。あ、こんにちは。時間があったら話していかない？ダイエットの話をしていました。あなたはどう思う？へえ、そういう意見もありかもね。私とは違いますが、面白い意見ですね。やっぱりいろんな人の意見を聞くのって楽しいね。それでは失礼します。なんだお前か。もしかして私に用か？
ま、お互いが楽しいって思えることが一番なのは確かだ。話せて楽しかったぜ。時間があったら話していかない？この間見たドラマの話をしてたんだけど、あなたはどう思う？あら、考え方に違いがあるわね。ありがとう。また会いましょう。惹かれますわ。あれ？どうも。誰かを探してるんですか？よく当たる占いのお話をしていました。あなたはどう思いますか？なるほど、そういった考え方もあるんですね。そうでしたか。話ができて楽しかったです。また3人でお話しいたしましょう。こんにちは。私に何か用でしょうか？ですね。上手にできるでしょうか？そのお話できてよかったです。思い出すと顔を赤くなっちゃいそうです。素敵な思い出をありがとうございました。それはすごいですね。あ、こんにちは。時間があったら話していかない？あなたはどう思う？はあ、そっか、そういう見方もあるんだね。気がつかなかったよ。なるほど、そういった考え方もあるんですね。話ができてよかったよ。結構勉強になったかも。ではまたお話ししましょう。ん、なんだお前か。もしかして私に用か？